補強の第一弾として元 DNA のクスモト大使選手の獲得が報道されました。左の代打が不足していると感じていただけに、これが事実であれば、タイガースにとって良い補強となりそうです。今回は、タイガースの補強ポイントを踏まえ、戦力外選手の中から獲得候補を分析しますので、ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは、熱狂的な阪神ファンによる阪神に特化した内容であり、他球団に関する動画は一切ありません。まだ登録がお済みでない方は、 ぜひチャンネル登録をお願いします。さて、支配下の枠を確認すると、ドラフトで指名された5選手を加えると現在のタイガースの支配下登録は65人です。もし森木選手が報道通り育成契約となれば、64人になります。助っ人やしを2人は確実に補強することが予想される中、残り4枠をどう活用するかが注目されます。それでは、具体的な獲得候補について見ていきましょう。最初の候補は報道にある楠本選手です。 福本選手は東北福祉大学からドラフト7位で DNA に入団し、ルーキーイヤーから1軍でプレーする機会を得ました。レギュラー定着には至らなかったものの、卓越したバットコントロールを武器に存在感を示し、2022年には94試合に出場、打率252を記録しました。この年は300打席以上に立ち、準レギュラーとしての役割を果たしていました。しかし、ここ2年は打率が1割台に低迷し、 同じ左打ちの外野手である梶原選手や渡来選手の台頭もあり、コンオフ戦力外となりました。個人的に印象深かったのは、2022年4月4日の阪神戦です。1点ビハインドの6回表、ワンアウトマンディの場面で代打として登場した楠本選手に対し、タイガースは霧式投手を投入。楠本選手はワンボール、ツーストライクからの4球目、低めのフォークを巧みにセンター前へ運び、逆転の2点タイムリーを放ちました。 この試合を DNA が勝利へと導いたこの一打は、楠本選手のバットコントロールの健在ぶりを示しており、代打としての活躍がまだ期待できると感じました。タイガースの左の代打においては糸原選手がいますが、打率216と低迷しています。対して、島田選手は打率275と好調なものの、得点圏打率が111と、肝心な場面での打撃に課題を抱えています。左打者の代打が薄い現状を考えると、 さらなる補強が求められるでしょう。次に、ブランドン選手に注目してみましょう。彼はドラフト6位で東芒大北海道オホーツクから西部に入団した右打ちの打ち足で、特に長打力が持ち味です。プロ1年目には32試合で3本のホームランを放つなど、カワーを発揮しましたが、その後は打撃不振や故障に悩まされ、2022年と2023年は1軍での出場がゼロ。今年もわずか4試合の出場に留まりました。復帰戦で左手を負傷し再び抹消されるなど、 コンディションに不安を抱える選手ですが、潜在的な能力は非常に高く、長打率も見逃せません。今年は2軍で9試合に出場し、10本のヒットのうち6本が長打、そのうち3本がホームランでした。三振率も18.9%と低く、長打力とコンタクト力を兼ね備えた魅力的な選手です。タイガースの2軍ではトイ選手が93試合に出場しましたが、ホームランはゼロで、長距離打者としては物足りない状況です。タイガースの軍に不足しているのは、 ホームランを狙えるコーナータイプの打者であり、その点でブランドー選手は価値がある存在と言えるでしょう。彼はまだ26歳と若く、怪我さえなければ将来性は十分です。育成ドラフト1位で八千代松陰から楽天に入団した清宮選手は、6年間で一軍登板はわずか3試合に止まり、一軍での実績は全くない、と言っても過言ではありません。しかし、2020年オフに受けた富、ジョン手術を経て球速が大きく向上し、最速161キロを記録。 彼の日本人離れした速球は注目に値します。今年は2軍で防御率6.23と苦戦し、値支給率10.98という請球難が見られますが、ポテンシャルの高さは疑いようがありません。タイガースで言うと、育成のベタンセス選手の日本人版のような存在感であり、育成契約なら検討する価値はあるでしょう。佐藤蓮選手もかつて請球に課題があったものの、タイガースの2軍コーチ陣によって改善されており、清宮選手にも同様の指導が期待できるかどうか。 非常に興味深いです。一方、石川達也選手は育成ドラフト1位で法政大から DNA に入団し、2年目の2022年シーズンに初登板を果たすと、昨シーズンは28試合で防御率1.97という素晴らしい成績を残し、プロ初ホールドも記録、脱三振率9.56、被打率174といった優れた指標を示し、体制相手には厄介な存在でした。しかし今シーズンは開幕から15試合で防御率1.93を記録する一方、 脱産心率や被打率が悪化5月25日の広島戦を最後に1軍登板はなくなりそのまま戦力外通告を受ける結果に特に左のリリーフ投手が少ない中での戦力外には驚きの声もありました報道によると石川選手は育成契約を断り自由契約を選択支配下登録でプレーできる球団を探しているようですタイガースは左の中継ぎ陣にある程度人数はいるものの 霧式選手の金属疲労や岩崎選手、島本選手の年齢による不安があるため、まだ26歳で50試合近い一軍経験のある石川選手の獲得は健闘に値するでしょう。育成ドラフト2位で競泳高校から中日に入団した上田選手は、プロ入り2年目にして早くも一軍デビューを果たし、1勝5敗と勝ち星には恵まれなかったものの、防御率2.83という立派な成績を残しました。中日ファンの中には、 彼を将来のエース候補として大きな期待を寄せていた人も多かったでしょう。しかし、シーズン終盤に禁止処分を受けたことで、予想外の事態が発生しました。禁止の具体的な理由は明らかにされていませんが、この時期を境に素行面での問題が指摘されるようになりました。昨シーズンは中継ぎとして13試合に登板したものの、今シーズンは1軍登板がなく、2軍でも8月10日を最後に実戦から遠ざかっています。そして、オフには戦力外通告を受けることに、 彼の素行については憶測に過ぎませんが、まだ22歳と若い上田選手は、タイガースを含む他球団から見ても十分に魅力的な存在です。特にタイガースは、二軍先発陣の伸び悩みが顕著であり、少しでも戦力を補強する必要があります。今年のドラフトでは、1位の伊原選手以外は全て右投手であったため、左の先発候補を獲得することはチーム強化のポイントの一つと言えるでしょう。育成契約での獲得であれば、リスクも少なく検討する価値があると思います。 来シーズンの V 奪還に向けて、高オフの戦力補強がどのように進むか注目されます。特に上田選手の動向は、ファンの間でも関心の敵です。